地図サバリマラ寺院は、インド南部、ケーララ州の山間部にあるヒンドゥー教寺院。芝の3番目の息子であるアイアッパが、出身の寺院。このため、サバリマラアイアッパ寺院とも言う。一般には、4月及び11月から1月にかけ、例祭の期間のみ公開され、この期間は300万人から400万人といった、規模の巡礼者が詰めかける。 2011年1月14日には、寺院から帰る巡礼者が、将棋倒しとなり、102人が死亡する事故が起きた。入場者のカースト制限はないが、10歳から50歳の女性は月経期間で不上であるとの考えから、入場が制限を受けてきた。なお2018年9月に、インド最高裁判所が入場禁止を覆す判決を出した。その後、 参拝しようとする女性と反対するヒンズー教保守派の対立が続いた。2019年1月2日、警官に護衛された女性2人が足を踏み入れたことで、地元野手とニューデリーにある州事務所周辺で暴動が発生した。この参拝は、インド共産党が与党の州政府の支援を受けて行われたが、事後もヒンズー教保守派の反発は強く、女性2人は、 警察の保護下に置かれた。AB、4人禁成人立ち入りで衝突。インドで、騒動拡大1人。死亡、1400人超逮捕。東京新聞長官2019年1月6日。掲載の共同通信記事。2019年1月12日。閲覧。インドの寺院で、将棋倒し、102人死亡フランス通信社2011年1月15日。 全長620キロ、インドで、女性たちが、人間の鎖人参拝問題巡り講義アフプブ2019年1月2日。伝統的価値観、女人金星揺れるインド、毎日新聞長官2019年1月25日2019年1月31日。閲覧。ありがとうございます。